次に山田勝彦君はい、はい、山田君はい立憲民主党山田勝彦です自民大臣どうぞよろしくお願いいたしますえ大臣は所信で厚生労働省がこれまでになっていた食品衛生基準行政が消費者庁へ移管されることを述べられました食品中の残留農薬の基準使用可能な食品添加物の指定など食品の安全性を確保することは 国民の健康を守ることであり、大変重要な役割を、これから消費者庁が新たに担うことになります。消費者団体の間には、このような改正内容が十分に周知されていないことから、食品安全行政の交代を招かないかという懸念の声が上がっています。厚生労働省という大きな役所から消費者庁へ移管することで、 今後、食品衛生行政を担う人員体制やその予算規模、どうなっていくのでしょうか、大臣教えてください、はいは自味大臣。 答えいたします。昨年9月の新型コロナウイルス感染症対策本部におきまして、感染症対応能力を強化するために、厚生労働省の組織を見直し、同省の生活衛生関係組織のうち、食品衛生基準行政につきましては、食品安全行政の司令,令塔機能を担う消費者庁に移管をし、同庁が、 食品衛生に関する規格、基準の策定を所管することで、食品衛生についての科学的な安全を確保し、消費者,消費者利益のさらなる増進を図るとの方針が示されたところであります。その後関連する整備法案が本年5月に成立をいたしましまて 令和6年4月から、食品衛生基準行政が消費者庁に移管されることとなったところでもございます。でえっと今年来年のそれに伴いまして、来年の4月でありますが、食品衛生基準行政が消費者庁に移管されたあとにおきましても、食品安全基本法に基づきまして、リスク分析の考え方により、科学的検知に基づいた規制、 衛生規格基準を策定するという政府内の基本的な枠組みは変更されません。また委員からのご不安の声もあるということでございますの、ね、で、少し恐縮ですが、詳しくご説明させていただきます。具体的には移管後も、引き続き科学的な知見に裏打ちをされました衛生規格基準の策定等を行うことができるよう、食品衛生基準行政に関する調査審議におきましては、消費者庁に新たに設置をされます食 食品衛生基準審議会が、厚生労働省の薬事食品衛生審議会から引き継ぐこととしております。 また現在、食品安全行政の総合調整や食品に関するリスクコミュニケーションの推進も担っています消費者庁でございますが、その消費者庁が食品衛生基準行政も担うことによりまして、3点のことが可能になると考えております。1点目は、食品安全に関する科学的知見に裏打ちをされた啓発の促進。 そして2点目が、販売現場におけますニーズや消費者行動等の企画、基準策定の議論へのタイムリーな反映、そして3点目がコーデックス等の国際的な対応にあたって、食品の表示基準と衛生基準の一体的な参画が可能となります。これによりまして、消費者利益のさらなる増進が図られるものと考えてございます。 このように今までになってきましたものと含めまして、有機的な連携により、消費者利益のさらなる増進を図るべく、来年度に向け、必要な予算や定員、そして体制の確保、整備に全力を尽くしてまいりたいと考えてございます、はい、山田君、はいまあ、決して人員や予算が削減されていくわけではないと、むしろ今の大臣のご説明では、機能強化を目指していきたいと。 いう意思だと思っておりますぜひともよろしくお願い申し上げます予定変更して次二つ目じゃなくて三つ目の質問に移りたいと思います食品表示についてです資料一をご覧ください麺やパンなどの食品表示で小麦粉括弧国内製造という表示が現在されています消費者にまるで国産小麦が使用されていると このように明らかに誤解を与えています。消費者は原料がどこで生産されたのか、国産なのか外国産なのかを知りたいのであって、どこの国で、どの場所で製造されたのかを知りたいわけではありません。消費者団体が街頭で消費者意識調査をした結果、小麦粉国内製造と製造地表示されたパンの原料小麦の産地について、 国産であると答えた消費者が3分の1もいました。ちなみに残りの3分の1は生産地がわからない。そしてもう3分の1が外国産であるという答えでした。つまり消費者は混乱しています。国内製造という表示は原料原産地がわからないだけではなく、国産と紛らわしい表示であり、現行の原料原産地表示は明らかに問題があるのではないか。 ないでしょうかこのような消費者に誤解を与え続けることのないよう早急な改善が必要だと思いますが自民大臣はどのようにお考えでしょうかはい、自民大臣お答えいたします原料原産地表示制度では輸入品を除くすべての加工食品について重量割合上位1位の原材料の 原産地表示を義務付けておるところでございまして、生鮮食品の場合は原産国を。 加工食品の場合は、製造された国を表示することになってございます。重量割合上位1位の原材料が加工食品の場合、原産地として製造された地名を表示することを基本としている趣旨は、その原材料となった加工食品の製造に使用されている原材料の調達先が変わることや、あるいは、 当該加工食品の生鮮原材料までさかのぼって産地を特定することが困難なことになどによるものでございます。また、ほで、加工食品の原材料であっても、客観的に確認できる場合は、生鮮原材料の原産地までさかのぼって表示することは可能となってございます。このような制度の仕組みにつきましては、消費者向けのパンフレットおよびチラシの作成、 消費表示制度に係る消費者セミナーの開催などによりまして、周知、普及を行ってきたところでありまして、引き続き制度の普及、啓発をしっかりと図ってまいりたいと存じます、はい、山田君、はい。ありがとうございます。今、大臣から原産地の確認が困難であるためという趣旨の説明があったかと思いますが、全くその説明があの理解できないんです。資料 1> 1のをご覧くださいちなみにこれはスーパーで並んでいるような小麦、小麦粉、小麦粉に関しては、このようにすでにその原料である小麦の生産地が表示されているんです、なぜパンや麺の小麦粉の原,原材料がどこの国のものな,なのかすら表示できないのか、これは全く理解に苦しみます。 そしてさらに言わせていただくと、その下、資料1の丸4、これはお隣の韓国、お隣の韓国では、上位3位の原料まで原料原産地の表示が徹底されています。日本と比較して、丸1、丸 ④, 4と比較しても、明らかです、同じカップ麺でも、韓国ではこのように、どこの国、 なのかその原料の種たる原料の小麦がどこの国のものなのかというのが、しっかりと表示されているのにかか,かかわらず、日本では国内製造という表示になっている、韓国も日本も同じように食料を海外に依存する食料自給率の低い、同じような事情を抱えた国です、なぜ韓国ではできている表示が日本ではできないのでしょうか、明確にその理由を教えてください委員長は自、い、民大臣。 お答えいたします。加工食品の原料の原産地表示制度につきましては、表示義務の対象となる原材料が加工食品の場合、製造地表示を基本としているところであります。これは当該加工原材料の調達先が変わることや、当該加工原材料の原材料が加工食品の場合もあり、生鮮原材料まで遡って生地を生産地を特定することが困難なこと。 によるものでございますただし、表示義務の対象となる原材料が加工食品の場合において、原材料のうち最も重量割合が大きい生鮮原材料の原産地が確認できる場合には、製造地表示に加えて、その生鮮原材料の原産国の表示を可能としているところでございます。 輸入品を除くすべての加工食品を対象とした制度でございますので、中間加工原材料について、実施可能な内容を原則としつつ、産地を特定できる場合は、特例として原産国表示も可能とする現在の仕組みは妥当であると考えてございます。ままた委員から加えまして 韓国でできているといったことで、日本ではなぜできないのかという問いがございました。これにつきましては、えー、義務表示の対象となる原材料につきまして、制度検討時の有識者会議におきまして、消費者への情報提供の観点からは、できるだけ多くの原材料を義務表示の対象とすることが望ましく、製品に占める重量割合が上位に 3位までの原材料を対象とすべきとの意見もございましたが、事業者の実行可能性ということも勘案いたしまして、上位1位の原材料を 義務表示の対象とすることが適当であるとの意見を踏まえ制度化をしたものとなってございますなお本制度は平成29年9月に施行されまして4年以上の準備期間を経て令和4年度昨年度から本格施行されたところでございますまずは制度の定着普及啓発に努めてまいりたいと考えておりますはい、山田君 はいまあ、韓国でできているわけで、今の答え、全く理解ができません、できない理由が、明らかにこれ、製粉協会が言われている業者、業界の声を聞いて消費者行政がなされていると、今の答弁で、そういうふうにしか捉えられません、ぜひとも消費者の声を聞いていただきたいということですで、この問題なんですけれども、消費者委員会からもすでに消費者庁へ意見書が出されています。 加工食品の原料原産地表示にかかる消費者の理解度、活用度、表示に対する満足度などに関する調査を定期的に実施し、その結果を公表するように求められています。消費者庁は来年度、この制度の見直しについて議論することとなっていますが、今現在、まさに調査をされている段階かと思われます。これ、はっきりと私が最初、冒頭指摘したように、消費者は誤解をしているんですね。 そういった消費者の理解度など消費者庁は把握できているのでしょうか大臣お願いいたしますちょっと簡潔に答弁をお願いしたいはい与田審議官、えー、簡潔にというお答弁でございますが委員ご指摘の消費者委員会、えー、こ,ちこちら この制度を導入した当時、この食品表示基準の改正を諮問した際に、委員ご指摘の消費者委員会の答申書に、委員ご指摘のような趣旨の内容が指載されているところでございます。えー、すなわちこの制度は、輸入品を除くすべての加工条件を対象とするということで、事業者の実行可能性を担保するために複雑な制度になっているのは事実でございます。一方では消費者に提供する情報量の拡大というメリットがある一方で、日本の中小事業者への負担増。 食品産業の競争力の低下などのデメリットが生じる恐れもあるということから、経過措置期間終了後2年後、つまり来年度以降です、ね、各地調査に基づいて、標準に対する消費者ニーズの変化状況や事業者の状況等を確認し、制度導入の効果について検証を行い、必要に応じ制度の拡大や 廃止も含めて幅広く見直しを実施するということとされたわけでございます。えー、それ、この答申の趣旨を踏まえまして、消費者庁としましては、表示に対する消費者ニーズの変化状況、あるいは事業者の実施状況の確認、そして制度導入の効果についての検証を、まさに今現在、調査しているところでございます、はい、山田委員、これ、調査してもらったら明らかなんですが、製造値表示に対しては消費者は理解できていないと。 いうことで制度を改善していただきたい、原料、原産地の表示を徹底していただきたいと思っております。でその上で、これ、消費者だけではなくて、資料2をご覧いただきたいんですけれども、生産者も願っているんです。JA 全農は自主基準を設けて、韓国と近い形で加工食品の原料の生産地表示を実践しています。政府の基準より手間がかかる自主基準をあえて行っている。 これ大臣なぜそれをやっているか分かりますか国産の農産物が選ばれるからです。私は本委員会で3月30日の質疑で、消費者庁は製造地でなく生産地表示に改められれば、多くの国民が積極的に国産原料を戦略することになり、我が国の食料自給率が向上することをすでに認めています。我が国の食料安全保障の観点からも、原料原産地表示制度は、 生産地表示へと改めるべきではないでしょうか、最後、大臣、お答えください。大臣、大臣に通告しています。 お答えいたします。えー、ま現在ですね。先ほど審議官からご説明もありましたが、まあ、調査の結果などを踏まえまして、令和6年度以降の見直しの必要にして、必要性についても検討してまいりたいと思ってございます。あの委員のま消費者、まあ、そして生産者双方のご意見といったところも丁寧に対応しながら進めてまいりたいと思います。はい、山田委員。はい。是非とも業界団体、事業者の声を聞くことも大事ですが。 消費者行政として消費者の声や、特にこの問題は生産者の声も聞いていただいて、必要な改善を強く求めて、私の質疑といたします。ありがとうございました。